レンです。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。今日僕ポッドキャスト始めて一番嬉しい日かもしれないな。お、もうワクワクしてました。今日ずっと来るのもうすぐ呼んでいいですか？はい呼びましょう。今日はあの科学雑誌ニュートンからニュートン編集部長の板倉龍さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニュートンプレスのニュートン編集部板倉龍と言います。今日はありがとうございます。いや、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私も楽しみにして今日参りました。あ、よかったですもうレン君の気合の入り方が半端ないです今までで一番気合入ってるかもしれないですね。そう、いや、僕もずっと子供の時からニュートン読んでますし、最近ちょっとふと思い出したんですけど、初めてアルバイトをして稼いだお金で僕ニュートン買ったんですよね。嬉しいです。いや、科学ずっと好きなんで、やっぱ科学好きはニュートン通ってる人すごい多いかなと思っていて、うんうん、いや、そんなニュートンとコラボできる、僕ちょっと夢叶ったなと思ってるんです今日。いや、ありがとうございます。今回の一応ゲスト出演していただくきっかけになってるのが、あのニュートン発行しているニュートンプレスさんが、あの昨年朝日新聞グループにあの入りまして、ちょうど僕らも朝日新聞ポッドキャストに出演したりとか、あのお世話になっていて、うん、朝日新聞の神田大輔さんからご紹介していただいて、今回こういうコラボが実現したということで、はい、一度朝日新聞のポッドキャストの方にも出演されてますよね。はい、あの私とですね、中村という私の仲間と一緒に出演させていただきまして、あの本当に非常にあの貴重な経験になりました。なかなか本当にポッドキャストっていうこういうメディアでですね、うん、私たちが何か情報を発信したり、あるいはそのリスナーの方の感想をお聞きしたりっていうのが本当に初めてでしたので、うん、あのすごく新鮮な体験になりました。そうですよね、雑誌とこの音声って全然つながらないですよね普通。いや、本当にあの私たちは紙の雑誌、いや、ま、あのデジタル版もありますけれど、基本的な出版物を作ってお届けして読んでいただくという仕事ですので、うん、はい、もちろん読んでくださった読者の方からあの記事への感想ですとか、そうした、はい、あの、お便りいただくことがもちろんありまして、それを読ませていただいてっていう、そういった意味での交流はあるんですけど、うんうん、私たちの生の声を聞いていただくっていうのがあの全くない職業ですので、うん、あの前回朝日新聞のポッドキャストに出演した時はなかなか緊張もしましたし、まあ、今日もちょっと緊張してますけれど、あ、いや、いや、私たちにとって本当に今までできなかったことができていて嬉しく思ってます。あ、すごい嬉しいですねで、僕はもうゴリゴリニュートンに使っていた人間なんですけど、エマさんどうですか？私も多分実家にあった気がしますね。なんか一冊とかはあったような気がします、うんうん、あの父が結構あの科学が好きなので、うん、そういうものを買って、で私もちらっとあの見たことありますし、あとはあの図書館とかにすごくいっぱいあるイメージで、まあ、学校であの時々読ませていただいたりとかしてました。はい、図書館ありましたね、うん、目立ちますもんね、ニュートンって赤くドンってね。ちょっとその質問もリスナーさんからいただいてたりするんですけど今日ちょっとあの僕らが聞きたいことももちろんいろいろ聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、リスナーさんからも、まあ、せっかくポッドキャストでいろいろお便りとかももらえるので、それを交えつつちょっと板倉さんとお話しさせていただきたいなと思っています、はい、よろしくお願いします。お願いします。楽しみです。で、早速なんですけど、ちょっと最初に板倉さんについて聞いていいですか？はいはい、はい、どうぞ。いや、そもそも僕ずっとあのニュートン見てて、どんな人作ってるんだろうって全然知らないなと思っていて、はい、板倉さんはどういう流れでニュートンプレスの方に入って編集者としてスタートされたんですか？ああ、わかりました。あの私ニュートンの仕事始めたのが2002年ですので、21年ちょっと前からこの会社に入ってですね、ずっとニュートン作っている人生なんですけれど。いや、すごいすごい、20年以上。はい、入った時点で私28歳でした、うんうん、で、あの初めての実は就職で、なので就職したの遅い、極めて遅かったと思いますけれど、それまで何やってたかっていうと、あの学生、大学院生してました。お、博士課程ですか？そうです、博士課程にいて、うんうん、ただ博士号はあの取ることができずに退学して、この会社にお世話になったという人間なんですけど、もともとは大学院時代は
細胞生物学とかですね、それこそ遺伝子の研究とか PCR とかそんなことやってた大学院生で、はい、でもやっぱり理系なんですね。あ、理系ですね。理学部生物学科でした。なるほど。で、その分野の研究者に憧れてなりたいなと思ってて、チャレンジしてたんですけど、はい、非常に何て言うんでしょうね、当時今もそうなんですけど秋っぽくてですね秋っぽい、はい、ちゃんと腰を据えて5年10年自分のテーマに向き合って研究しないと結果出ないと思うんですけど、まあそうですね、なかなか自分がそれにそういう能力がなくてですねでだけど科学の話は大好きで、人の話聞いて誰かにこういう話あるんだってって教えたり喋ったりするのが大好きだったので、なので自分が研究者にはなれなかったですけど、何かその科学の話を人から聞いたり、それを誰か知りたい人に教えたり伝えたりっていう、なんかそういう職業っていうのが素敵だなと当時思ってですね、でいくつか私は取ってくれませんかつって応募したうちの一つがニュートンで取ってくれたっていう、そういう人間です。ニュートンは通ってるんでしたっけ、はい、子供の頃とか、これ朝日新聞のポッドキャストさんの方でそれ聞かれて、はい、正直に白状したんですけれど読んでませんでした。さっき図書館でっていうお話ありましたけど、もちろん存在は認識していて、うん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 、で友達も読んでて、あ、ニュートンであるなと思ってて、でも中学高校と自分ではなぜか手に取らないまま大学に行ってですね、うん、で大学に行ったら行ったでやっぱりなんでしょうね、なんかニュートンっていうのが中学生が呼ぶんでしょみたいな、なんかその当時自分にも変なプライドみたいなのができちゃっていて、だからあるあるかもしれないですけど、なんか幼稚なものみたいに、からすると、はい、頭で決めつけてた自分がいたと思いますね。でそのニュートンの面接受けるっていう時に初めて自分で買って読んだという、だから28歳で初めて自分で買ったのは28歳ですね。いやでもこれ年齢選ばないで面白いというか、いやで、そうですね、私はでびっくりしたんですよね、その幼稚なっていうかな、優しいことばかり書いてあると思ってたんで、で当時買ったら、なんか宇宙のダークマターとかですね。はいはい。ダークエネルギー。はい。暗黒物質がどうしたって。で、全く私当時知らなかったので、お恥ずかしながら。いや、これは。難しいですよね、結構。はい、うん。びっくりしました。なんか中学、高校で習うことが書いてあると思ってたので、だけど全然当時の私が知らない、本当に、今の科学者が研究していること、興味があること、そういうのがいっぱい書いてあって、あ、これはちょっと勉強しないといけないなと今思い出しますね。扱う幅めちゃくちゃ広いから全部知るのって大変だろうなっていう。ですよね。生物学のところはだから大学院までやったので、ある程度言葉とか基本的な知識は分かってたつもりなんですけど、それ以外はやっぱり全然ちんぷんかんぷんで、宇宙のこと、物理学のこと、コンピューターのこととか、それはもうやりながら、あ、へえ、面白いなと思いながら勉強というか、まさに読んでる方と一緒にいろいろ知ることになったという、そういう感じですね。なんかレン君も似てますよね。レン君も自分の有機化学の、専門性があるけれども、サイエントークでいろいろ化学以外もやるじゃないですか、まあ、そこでいろいろ学びながらやるっていうところでなんか似てるなって思いましたし、こう化学を伝えたいみたいな、気持ちはすごいありますよね。だから、もちろん板倉さんと結構似通ったところがあるんじゃないですか。いや、その広めたいっていうので、いろいろ科学を伝える仕事をするっていうのはすごい共感できるというか、まあ、僕は結局研究者としてやってますけど、その気持ちは僕もずっとありましたね。科学ってやっぱやる人も大事だけど、伝える人も大事じゃないですか。そうかもしれませんね。うん、その分かるように翻訳するというか、なんかそういう意味で、はい、僕もニュートン以上にそれを果たしている雑誌ってないなって思いますけどね。ありがとうございます、うん、私もですからこういう形で科学に関わる人生が送れているというのはすごく本当に幸せだなといつも思ってます。楽しそうですよね、単純に楽しいですね、本当そうですね、知らないことばっかりなんでもうレン君はもし研究者辞めたらニュートンに入ればいいんじゃないですかそう言われると今日急に就職面接みたいなちょっと余計なプレッシャーかかってちょっと緊張しちゃう
いや、じゃあそしたら、早速ちょっと、リスナーさんからいただいてる質問をちょっと読んでみてもいいですか？お願いします。モグさんよりいただいてます。文系の高校生だった私もニュートンを楽しみに読んでいました。ニュートンに載せる記事の基準はどんなものですか？どの程度までの知識の人を想定して読めるようにしているのか知りたいです。普通の文系の高校生の私の世界を広げてくれた雑誌ニュートンに本当に感謝しています。レン君が羨ましい限りです。今後とも雑誌ニュートンとサイエントーク、どちらも楽しみにしています。とのことです。嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです。これ僕も気になりますね。記事の基準。そうですね。ですね。まず難易度って意味で言うと、想定している読者は、一般の方全般なんですけれど、具体的には中学生以上ですね。はい、つまり、小学校は卒業しているというのが、基本的な漢字が読めるっていうことですとか、日本語ですとか数字、英語の、英語はそんなに使わないか。要するに、日本語は読めるんだけども、基礎的な、専門的知識を持たないって方が、小学校卒業している全ての方だと思うんですけれど、その方を念頭に置いて記事を作ってますね。でも僕、割と高校生ぐらいのイメージがあって、勝手に。あ、はい。結局そうですね、高校の、理科で学ぶ内容ですとか、それ以上の大学で初めて知る内容、当然入ってきますので、そういった意味では、高校生、一般の方に楽しんでいただくっていうことがもちろん目標なので、さっき中学生って言ったのは、だから、中学生以上の全ての方ってことですね。で、それがあった上で、選ぶ分野とか、そういうのも基準とかきっとありますよね。はい。これもいろんな試行錯誤の連続なんですけれど、はい、まず一般向けの科学雑誌ということで、例えば宇宙の雑誌ではないですし、数学の雑誌でもないと、化学の雑誌でもないということで、オールジャンルの一般向けの科学雑誌ということでやってますので、なので、まず考えていることは偏りがないことですね。で、編集部の人間が、私こんな記事やりたいとか、私自身もこういう記事やりたいなって企画出したりするんですけれど、はい、そういう、編集部員それぞれの好みだとか、得意分野だとか、そこに偏ると、やっぱり、ニュートンが扱うテーマが偏っていくので、はい、基本的には、ニュートンが歴史的にずっと取り上げてきたような様々なジャンルを、今年も来年もいろいろ取り上げましょうと。そういう、全てのジャンルに行き届くような、ラインナップ作りを心がけていると。で、その中で、なるべく新しい話だったり、今みんなが気になっている話だったり、そこに寄せていくっていうような作り方ですね。あ、じゃあ、最近、ホットトピックなものとかって、あるんですか？最近は例えば宇宙分野だとやっぱりロケットの話題が皆さん関心あるなっていうふうに感じてますね。多いですもんね最近宇宙開発がすごい加速してるから、はいはい、そう思いますね。やっぱりスペース X に代表されるような、今までその国を挙げてみたいな感じで、今も国で頑張ってると思いますけれども、なかなか10年前に想像しなかったような個人というか民間で本当にロケット作ってあそこまでやっちゃうっていうのを目にしたので、これは10年前に想像しなかった世界だなというふうに思いますね。あとなんかビジュアルも相性いいですよね。やっぱ宇宙とかって扱えるのってそういうビジュアル面もいいからちょっとやりやすいみたいなところあるかなと思うんですけど。はい、そう思います。宇宙望遠鏡の方もどんどん新しいのが出てきて、ハッブル宇宙望遠鏡も素晴らしかったですけれど、昨年からですか、稼働始まった JWST、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。はい、これの画像が本当に素晴らしいので、私たちフルカラーで印刷してお届けするんですが、もうこれは一番綺麗なのを選んでですね、もう数ヶ月に一遍、ジェームズ・ウェッブの素晴らしい宇宙の写真っていうのは取り上げてますね。見れるだけで結構楽しい。写真を選ぶっていうプロセスだけでも楽しそうですね。楽しそう。はい、楽しいです。いや、いいな、なんか羨ましいな。そうですね、うん。いろんな分野をバランスよく載せなきゃいけないっていうところは頭使いそうですよね。うん、とか、全くそこに、社員さんが持ってる専門性じゃないところだった場合とかって、誰を
この分野に当てるかみたいな、そういうところを決めるのもなんか難しそうだなってちょっと思いました。そうですね。まあ、私たち編集部員は、科学の専門家ではないと思ってますので、そういった意味では、私自身、先ほどお話ししたように、全然何の専門家でもないですし、まあ、細胞の話だとか、そういうのは、少し勉強はしましたけど、それでも全然専門家には及んでませんので、そういった意味では、すべての分野ので素人ですので、編集部員は、何らかの専門性を持ってやってるというよりは、オールジャンル扱って、で、その分野の第一人者の方にしっかり監修はしていただいて、うんうんうん、それで、記事の正確性を確保するという、そういうやり方ですね。なるほど、なるほど。そこが結構やっぱ大事なところですよね。その科学を扱ってる雑誌っていうので、しっかりその内容が担保されているとか、はい、そういうところをちゃんと、はい、分かる専門家に聞くっていうのがすごいなんか編集部が重要な役割をしているなと思うんですけど。はい。いや、ここが頑張りどころだなというふうに思ってます。でも先生とやり取りするって、さすがにど素人すぎたらできなさそうだなって思っちゃいますけど。どこなんですかね。これもですね、そうですね。はい、昔は、君そんなことも知らないのかみたいな、もっとちょっと勉強しておいでみたいな先生も昔はいらっしゃったかもしれないですけれど、今はほとんどそういった先生はいらっしゃらないというか、やっぱり一般の方にアウトリーチだったり、何かご自身の専門分野のお話を一般の方に届けることも、科学者の仕事っていうふうな、そんなことを考えてらっしゃる先生もすごい増えてきたなと思ってますので、まあ、そういった先生に支えていただいて作ってます。時代なんですね、時代によってちょっとそこも変わってそうですよね。少し変わったかもしれませんね。面白いな。非常にありがたい、ありがたいことです。良いことですね、いいことですねちょっと協力体制というか協力体制ですね、はい、やっぱり先生とお話しするにあたってはその分野のことを一生懸命勉強して臨むんですけど、でもあんまり勉強すぎてその専門家みたいな頭になって専門家同士の話したところで、うんうん、その話、結局一般の方に届ける記事を作る仕事ですので、うんうん、あんまりその専門家同士の、会話しちゃうと、記事に、あんまり使えないんですよね、その会話が。なんか、注釈だらけになっちゃいそうですよね。なので、とりあえず勉強して臨みつつ、うん、で、先生にはすいません、本当に不勉強で、わからないことばっかりなので、読んでる方も、基本的に、専門家じゃない方が読んでくださってるので、そうした方に分かるような記事作りたいので、ご協力お願いできますかといったようなお願いをしてですね、協力いただいてます、うん、まあ確かにそう考えるとスペシャリストすぎない方がそういった視点で意見は言えたりするかもしれないですね、だと思いますけどね、どうなんでしょうね、はい、なんか他の方の質問でシロさんっていう方からいただいてるんですけど、はい、まあ、このすごいやっぱ幅広い分野を扱ってるのがすごいなと思っているんですが、まあ編集をされている方々はそういった分野に広く精通している人が多いのでしょうかとか、やっぱそこが結構気になるポイントなのかなっていう、何人かこういう質問してくれてる方いたんで、あ、ありがとうございます。全然精通はしてないと思います。さっきお話ししたように編集部員ごとにこの分野は俺に任せろみたいな、そういうのは言いますけど、うんうんうん、それでも少しジャンルが変われば知らないことだらけですし、やっぱりニュートンの仕事してると思うんですけど、はい、やっぱり科学の分野が本当に幅広くて、うん、で日進月歩どんどん新しい話が出てきてるので、編集部に20年いても知らないことだらけなのでここはもう精通してないです。で逆に何でしょうね、だからやっぱり専門教育という意味で科学を通ってない人が楽しんでいただける雑誌を作りたいと思ってますので、うん、やっぱり普通の読んでる方がどこでつまずいちゃうかとか、あんまり難しい話されるとここで読むのやめちゃうだろうなとか、やっぱり読んでる方のに憑依してっていうか読んでる方の気分でちゃんと読み進められて楽しいと思えるようなものを作ろうという意識が私は強いですね。うん、それ大事ですよね。大事で大事だ。で実際だから理系じゃない方とかも編集部にはいらっしゃるんですかね。あ、います、います。うん、哲学家の出身ですとかいますよ。おお、哲学か。はい。しかも最近さっきいろいろジャンル増えてるっていう話もありましたけど、チャット GPT の感とかもあったじゃないですか、はい、最近。
はい、やりました。ああいうのも本当広く最近出てきたものを全部キャッチしないと紙面作れないだろうなって思うんですけどね、うん、そうですね、だからチャット GPT なんかは典型的なんですけれど、はい、やっぱり私たちでこの企画やろうとかいう順番じゃなくて、もう明らかに世間の世の中の人がこれ知りたいっていうのがもうはっきり空気としてはっきりしていた時期でしたので、うん、これはもう我々はもうやるしかないというかニュートンとして取り上げてすごく分かりやすいものを届けるべきだという自然とそういう発想になるわけですよね。うん、だから全部が全部そういう記事じゃないんですけれど、チャット GPT なんかはだから編集部として企画したっていうよりはもう世の中の皆さんのニーズに応えたというやり方ですね。うん、なんかそれもあれですよね、ちょっとこれも朝日新聞の方でちょっと聞いたんですけど、すごい一応前から1年分ぐらいは計画してるみたいな、その紙面の、はい、内容ですねみたいなお話もありましたよね。はい、だいたい1年ちょっとぐらいの予定が埋まってるっていう状態をキープすることを目指してやっていて、そうするとだから今2024年ですので2025年に出す号が、前半の方はもう全部決まってます。特集も決まってますし、それよりもう少しボリュームの小さい記事も一応決まっていて、でただいろんなことが起きますし、うん、この前の能登半島地震のことは発生した後にすぐ、はい、企画切り替えてってやりましたけど、なのでそのベースとしては予定がある中で世の中の方が知りたいこと、それから重要な発見があったり、それはどんどん予定を捨ててですね、新しいものに取り替えていくと、うん、そういうやり方ですね。いや、そんな前から作ってるんだなんて全然考えたことなかったから。そうですね、もう今の時点で2025年の前半ってそうすごいなすごい。まあでもそんな焦って作れないし、うん、みたいなのもありますね。そうですよね、多分インタビューとか時間かかりそうですもんね。あとやっぱり先ほどお話したように、やっぱりいろんなジャンル取り上げるっていう目標があるので、うんうん、それを全部やろうとするとどうしても1年先とかになっちゃうんですよね。例えば、うんうん、宇宙の記事やった次の号ですぐっていうことじゃない感じでまんべんなくやりたいので、うんうん、そうなってくると半年後とか分野によっては1年後とか、そこに予定せざるを得なかったりして、でもそんな感じで自然と1年先まで、まあ、なんとなく埋まっていくんですよね。ああ、そっか、その1年ぐらいの幅を最低でも見て、そのバランスを見て作ってるってことですか、ね。はい、そんな感じですね。はい、ちなみに板倉さんはやっぱでも生物系のことをちょっとこだわりたいなみたいなのあったりします、はい、これはですね、はい、まあそれが好きで進んだ分野ではありましたので、もちろん大好きなんですね、生物系とか、はい、その DNA の話ですとか大好きです、うん、で一方でさっきちょっとお話ししたような、あんまり編集者が専門的になりすぎると、専門知識を持たない方が楽しめるものを作るっていうその目的の上でちょっと邪魔になったりするんですよね。要するに結構、はいはい、例えば使ってる専門用語が、難しい言葉が理解した頭で原稿チェックとかすると、うんうん、普通の人は何これって止まっちゃうはずの言葉に自分はそのまま当たり前みたいに読み進めちゃうみたいな、うん、そういう危うさがありますよね。ありそう、ありそう。なので結構私入ってからそれがすぐに難しいとこだなと思ったんですよね。うん、要するに私自身が素人というか初めて学ぶようなジャンルで記事を作る方がやっぱり読者の方と同じ道のりで記事を読み進められるので、そっちの方がなんかやりやすかったですね。そっか。まあさっき中学生向け、中学生以上向けっていう話でしたけど、今の中学生どれぐらいのレベルなんだろうとかも。はい、ああ、それもありますよね。なんか変わってってそうじゃないですか。中学生もそうですし、高校生の理科で学ぶ内容ってすごく、はい、私たちにの時30何年前ですけど、に比べてすごくハイレベルなことを学んでるなと思いますね。ああ、やっぱりそう。そう思います。教科書とか見ると、その生物学の教科書しかりなんですけど、はい、やっぱり DNA とか RNA とか、うん、すごく私なんか大学院で知ったようなことも結構高校の生物の教科書書いてあったりしますよね。そっかそっか、うん、だいぶ変わってますよね。まあそれだけ詳しく分かってきてるから。はい、特に生物はそういう
情報更新が早いかもしれませんね。そうですよね。多分今と昔のセントラルドグマのあの周りの説明とかも解像度全然違うんだろうなっていう気はしますよ、ね、おっしゃる通りだと思います。その辺も教科書を見たりしながらですね、はい、最近の子はここまで知ってんだなとか思いながら、あ、それに合わせた、そかそか、じゃあこの言葉使っても大丈夫かとか、それでもあの昔の方はこれ知らないだろうなとか、そんな試行錯誤の毎日ですね。あ、じゃあもう結構教科書とかも編集の部屋に置いてあるっていう感じなんですか？はい、あります、あります。へー、面白い。中学と高校の、あの理科だったり、まあ高校だったら物価政治ですか、うん、全部ありますね、うんうん、あと数学の教科書も全部ありますね。へー、あとはあれですか、なんか技術系の IT みたいな、 IT みたいな授業って今あるんでしたっけ？情報だっけ？あ、そう、情報、情報、情報とかもアップデート激しそうですよね、うん、してるでしょうね。とか今後プログラミングがなんか必修になったりとか、そういうのもあるじゃないですか、うん、そうなるとまたニュートンのこう基準となるレベルが変わってくるので大変ですね、うん、そうかもしれませんね。まあ、じゃあ次ちょっとメリカリさんからいただいてる質問なんですけど、はい、メリカリさん大学生の方ですね。まあとても分かりやすく美しいイラストもつけて解説されてあったのを、まあ小学生の時から覚えてますと。で、内容ももちろん好きなんですが、あの綺麗なイラストはどうやって描かれているかを知りたいです。結構専門的な内容とか、その知識がある方が描かれているのでしょうか。それとも知識のある人がラフなどを作ってそれを元にデザインされているんでしょうか。毎度ニュートンの表紙は美しくて本屋で見かけるとつい足を止めてしまいますっていうコメントをいただいてますね。ありがとうございます。まずイラストがどうやって作られているかは、はい、私たちの会社ニュートンプレスというんですけど、ニュートンプレスの社員、私社員ですけれど、その編集者の社員だけじゃなくてイラストを描くためだけの社員がいるんですね。へー、そういう社員が3人、今3人ですかね、いますけど、で、そういった、方は、ほとんどの方が芸術系の大学を出ていて、つまり、専門的に絵の勉強をされてから、うちの会社に入って、ニュートンのイラスト作りをするっていう社員がいるんですね。そうなんですね。そういった社員が、会社に常駐してますので、で編集者はまあこういう絵があった方がいいだろうなとか、表紙はこうしたいなっていう、まあ、アイデアはあったりして、うんうんうん、だけど全然私も含めて絵が全然描けませんので絵心がないので、なのでまあ本当に鉛筆書きで本当に拙いラフというか、ここに真ん中にブラックホールがあってとか、なんかそういうのを描いてるな、ラフ、はいはい、まず要素としては描いて、でそこに光が吸い込まれてファーっと綺麗な感じとか、なんかそんな例えばですけどね。で、そういう表紙のイメージなんですけど、っていうことで、その表紙を担当する、イラストを担当するスタッフの人と相談して、そうすると、こういうことですかみたいな感じで、ラフというか、その時点で全然私が書いた、いたずら書きみたいなとはもう全然変わってるんですけど、でそういうのが複数出てきて、あ、これいいです。うん、これすごくいいので、この方向でとか、そんな感じでイラスト作りを基本としてはしていて、ああ、じゃあ結構密にやり取りされてるんですね。そうです。もう毎日そういう打ち合わせをしますね、社内で。で、それが6割、7割、イラストが、の方向性が固まった段階で、その監修の先生にこういうイラストを載せるつもりなんだけどっていうことで見ていただいて、ああ、そっかそっか、先生にも科学的なそのツッコミをしていただくというか、ああ、そうするとやっぱり往々にしていろいろあるんですよね。ありますよね。あるんです。 DNA の巻き方逆だよみたいなのとか、ああ、あるんですよ。それそういうのありそうですね。昔私やっちゃったことあるんですよねいやあるんです。そういう今おっしゃったような DNA の構造に関するものですとか、はい、うん、あとやっぱりその専門家にしか分かんないような、本当ちょっとしたニュアンスの話ですとか、うん、こここうした方がすごい専門家も見ても納得するような絵になりますよっていうアドバイスもらったりとか、はいはい、まあ、そういうのをもらっていただいて、で、こういうふうにした方がいいらしいですっていう社内で打ち合わせをして、
また出来上がったものをまた見ていただいてみたいな、そのキャッチボールをしながら出来上がっていくっていうイメージですね。すごい大変だな。でもその過程もすごい大変ですけど、そのやり取りキャッチボールっていうのはもう全部で何回ぐらい経てるんですか？イラストの内容にもよるんですけど、本当に5回6回繰り返す時ももちろんありますし、分野によりますよね。いや、そりゃもう3人4人専門のお絵描きの人が必要ですね。そうなんです。でそれだけでは足りないので、まあ、イラストレーターとして活躍されている方にお願いして描いていただくっていうことも毎月のようにやってますね。あ、外注っていうことですか？はい。へえ、はい。僕その人たちと仕事したいもん。描いてほしいってことですか？サイエントークでも毎週僕がエマさんにこんな感じの絵みたいなやり取りしてて、そうで私はイラストレーターじゃないので、レン君の希望してるようなものを描けなかったりすることが往々にあるので、うん、まあ、私じゃなくてちゃんとしたイラストレーターが欲しいっていうことですね。いやまあでもなんかすごいクオリティのイラストできそうだなみたいなちょっと思っちゃった。いやまあそれはそうですよね。プロのね、初め自分でこういう絵だったらいいなって思い描くものがなんとなく頭の中にあって、うん、だけど私自身にはそれを綺麗に描くスキルはないので、さっき言ったような、鉛筆書きでこんな感じってなるんですけど、それは自分の思い描いているものとは全然程遠くて、それが打ち合わせ経ってコミュニケーションうまくいって、すごく私が考えてたよりもっといいものができたりすると、もう感動しますよね。いやそうですよね、はい、そういうのを味わえるっていうのはこの仕事のすごいいいことの一つだと思います。これ醍醐味だろうな。やっぱ科学のイラスト複雑なものも結構多いじゃないですか。そうですね、細かいところまでちゃんと書くとか間違えないように書くとかすごい大事だなと思って、はい、僕も構造式とか見たら思わず間違い探ししちゃうんですよ。わかります。一回私構造式書いてレン君に違うって言って、うん、もうでもすでに公開しちゃってたのでなんか訂正して、でレン君がこう公表してここ間違えてましたすいませんみたいなこともあったので、そうカフェインかなんかの構造式を間違ったことがあって、いやこれはいかんと思って逆にニュートンさんではそういうことないんですか？いや、 やっぱりまずその完成に至るまでの過程はもうたくさんあって、その監修の先生に指摘していただいて初めて、うん、あこれダメなんだとか、うん、認識することばっかりですね。ありますよねきっと。いや、 やっぱり専門の方は見たら一発で気づく違和感っていうのをやっぱり私たちには気づかないってものはもうたくさんありますよね、うん、まあ、しかも自分がやってる研究だったらなおさら正しく伝わってほしいっていう思いも強いでしょうし、はい、昔だったらそれでよかったけど今それじゃダメなんですとかそういうのは昔のニュートンでこう書いてたのでそれを踏襲したんだけど、あ今それちょっと違うんですよって言われちゃったりとか、そういうのもありますよね。そっかそっか、研究進んでもうちょっと分かったとか、はい、恐竜の復元とかそういうのはすごく、そういうのは昔の常識が今通用しないっていうのは多いと思いますね。確かになんか色とか、はい、なんかティラノサウルスに毛が入ってたかどうかとか、まあ、まだ、うん、いろんな意見があると思いますけど、うん、一時期は蛇みたいな鱗で描くのが普通で、だけど20年ぐらい前からですね、中国で羽毛の恐竜が見つかったということで、それがティラノサウルスの近いところで羽毛が生えてるってことが分かったので、ってことはティラノサウルスも羽毛が生えてるって考えた方が自然じゃないかという話に専門家の方もなって、で一時期ニュートンでもニュートンに限らないですけどね、そういった、羽毛の生えた、ティラノサウルスっていうのをたくさん描かれた時期があったと思います。ありました、ありました。うん、最近になってまたそのあたりが、いろんな発見によって、うん、また、やっぱり、ティラノサウルスに関しては、羽毛がない方が、自然かもしれないという意見が、出てきてるっていうふうに聞いたことがありますね。ああ、そう、行ったり来たりしてるから。はい。いや、これはもう何が正解っていうのは、うん、実際に白亜紀行かないと分かんないので。そうですね。ここは、でも一番新しくその分野の専門の方々がの多くが認めている学説というか考え方はちゃんと把握して、それに沿うようになるべく沿うようにしているという作り方ですね。でもなんか記録として面白いなと思って、そのニュートンって長くやってるからこそ、はい、この時代にはこのイラストが正しかったんだみたいな
見方もちょっとできそうだなって思いましたね、はい、そうですよね。ニュートンの表紙を見ることで、うん、こう科学の発展の様子が分かるっていう、昔のニュートンに突っ込み入れるってことですよね。そうですそうですそれこそニュートンの表紙でいくと初めてスペースシャトル打ち上げられた時とかは、はい、もうスペースシャトルの表紙になってますとか、本当なんか表紙で科学の歴史振り返れますよね。だと思います。2023年昨年にニュートンが創刊以来500号という節目を迎えたんですね、はい、でその500号の記念号でこれ私が担当したんですけど、創刊以来の500個の表紙をずらっと全部並べたページを作ったんですよ。でそれを私作りながら一個一個の特集の内容をもう一回見直して、やっぱり本当に今おっしゃった通り、スペースシャトルが打ち上がった年にニュートンが創刊されているんですけれど、うん、1981年なんですけど、そこからのこの40年ちょっとの本当に科学の歴史そのものを見てるって感じがしますよね。ちなみに500のやつ僕も手元にあります今ありがとうございますいやそう考えるともうこれから何十年も続いていってほしいですよね、ニュートンさんは。はい、頑張りますそう、まあ、あとあれですかね、その創刊時の話もちょっと聞いた方がいいかなと思ってて、はい、実際どう始まったのかみたいなところとか、まあ、その創刊当時の編集部にいる人っていうのが今私たちの仲間にはもういないんですけれど、はい、私自身もさっきお話ししましたけど2002年に入ってきてますので、はい、創刊が1981年ですから私が小学生ですかねっていう時代なので、その時代の創刊時の生の声を知る人っていうのはいないんですけど、いろいろ先輩たちから聞いている話はやっぱり初代編集長の竹内仁さん、はい、私たち竹内先生って呼んでたんですけど、この竹内先生が当時東大の地球物理学者として、うんうん、いろんなテレビにも出てお茶の間にもすごい知られているような多分日本で当時一番有名な科学者だったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、でその先生が東京大学を60歳で定年退官になるというタイミングで次は私は科学雑誌作りますということで、いやすごい、でいろんな出版社に企画を持ち込んで、でその当時の私たちの会社でじゃあやりましょうってことになって作られたという、でそこでいろんなデザインの人だとか編集者がチームが結成されて、うんうんうん、で今のニュートンのコンセプトだったり紙面のイメージだったりフルカラーでいきましょうとか、ビジュアルでまず楽しんでもらう雑誌にしましょうとか、それは創刊後からもうピシッとコンセプトが決まっていて、私たちはそれを基本的に踏襲していると、そういう感じですね。いやー、こんな40年以上経ってその時のまだてか当時からそのフルカラーで、はい、本当に多分今と同じような感じ作ってるのが本当すごいなって思いますよね、うん、だと思います。今でこそフルカラーの雑誌っていうのが珍しいとは言えないと思うんですけど、当時は本当に珍しかったっていうふうに聞いてますね。うん、なので先ほど読んでくださる対象の方がどういった方をイメージするかっていう時に、まあ中学生以上っていう言い方しましたけど、はい、実は小学生の方だったり、あるいは小学生入ってないっていう方も、実は家で楽しんでますなんていうお便りいただくことあるんですけど、すごい幼稚園生がでもペラペラめくって、はい、紙芝居っていうか、うん、絵本っていうか、そういう感覚で全然幼い時から楽しめるものになっていると思いますね。なるほど、文字読まなくても面白いですもんね、うん、リスナーさんからも質問をいただいてたんですけど、トム44さんから、ニュートンのイメージカラーは赤色の印象が強いです、なぜ赤色をチョイスされたのですかっていうコメントもあったので、うん、ちょっと関連するかなと思ったんですけど、これどうなんでしょうか。これですね、まずはっきりこういう理由ですっていうのがですね、はい、私の手元にある情報にはなかったんですね。そうですね。で、はい、ただいくつか社内で聞いたところ、2つぐらい説があってですね。その説が社内であるんだ。1つ目の説は、まあ、これニュートンっていう雑誌名がアイザック・ニュートンに由来してますので、はい、でアイザック・ニュートンは万有引力の法則を発見した科学者であると、うん、
で、あのエピソードとしてよく知られているのはリンゴが落ちている時をところを見て万有力を発見したなんて言いますけれど、はいはいはい、でそのリンゴの赤であり、で私たちのニュートンの記事すべてに最後にリンゴマークが入っているんですね。なのであのリンゴというのは雑誌の一つ の, あのシンボルとして採用している図案なんですけれど、まあ、それが赤なんじゃないかなってことが一つの説リンゴ説が、リンゴ説、リンゴ説リンゴ説はい、もう一つはニュートンがですね、あのどういう雑誌を目指したかっていう創刊時の話としては、はいはいはい、ナショナルジオグラフィックがありますね、うん、ナショナルジオグラフィックのような雑誌、あのビジュアルで楽しめて、あの一般の人でも読めてという、そういう雑誌が日本に、うん、あの日本のものとしてはあまりなかったという時代だったということなので、はいはい、ナショナルジオグラフィックというのが一個のお手本だったというふうに聞いてるんですね。黄色の雑誌ですね、うんうん、はい、黄色ですね、うん、あれが黄色い枠があのシンボルですよね。でもう一つ、あの私も当時見てましたけど、当時あのニュートン入ってからよく見てましたけど、緑色の枠でゲオっていう雑誌があるんですよ。ゲオ、これはこれも海外の科学雑誌なんですけど、はい、ゲオ GEO っていう、ゲオはですね、ドイツの雑誌ですね。初めて聞いた。やっぱりあの、はいはい、ナショナルジオグラフィックのように、あの全ページカラーで、であのビジュアルをすごくあの重視した作りの雑誌で、あの科学の話、それから、まあ、まさにジオグラフィックですね、そういった話をよく取り上げている雑誌として、それがあるんですね。それが緑色の表紙なんですよ。はいはいはい。それでそういうあの先輩の雑誌が黄色があって緑があって、で当時 の, あのカラーを決めるときに、じゃあ赤だとなんかあのゴレンジャーみたい な, なんか戦隊ものみたいなということなんじゃないかと言ってる人もいるそうですもう創刊当時から変わらずずっと赤だったんですか？これ全く変わってないですね。へー。あの雑誌 の, あの印刷の世界でいうと、あのインクが4色使うんですね。CMYK なんて言うんですけど、はい、シアンとゼンタとイエローとブラックですか。あのニュートンの紙面もあのページめくった中身は全部この4色で印刷してるんですけど、うん、このニュートンの赤、表紙の赤に関してはその CMYK を使わずに、あの、特色っていうんですけど、この色専門のインクを5色目を使って印刷していますね。へえー、あ、そうなんだ。はい、これは創刊から今もずっと変わらないですね。へえ、この4色で表現できない。はい、だからあの書店さんとかでニュートンの赤色、少しあの赤でちょっとあの朱色というかあの特徴的な赤だと思うんですけど、多分この同じ色を使っている出版物はあの同じインクを取り寄せない限り多分ないと思います、他の出版社さんから。へえ、そうなんだ。はい、だと思います。で私たち の, あの雑誌ですとか、あの書籍、ニュートンシリーズの書籍については同じ特色を使って、まあ、シンボルカラーにしているという経緯がありますね。うん、ニュートンといえばこの色っていう感じだもんな、やっぱり。はい、あのそれからたまにあのニュートンの月刊誌の方で、まあ、特別な号を作ることがあって、何十周年記念だとか、うんうん、なんかすごくあの今回は特別な号ですよっていうのをアピールする目的で、わざとその普段の赤ではないような色を、はいはい、わざとあのマッキンキンだとかあの黄色にしてみるとか、あのシルバーにしてみるとか、そういうことを試すことはある、試すっていうかな、あのそういうことで特別感を出した号っていうのはあって、めちゃくちゃ目立ちますよね、それだけずらっと並んでる中で。はい、私たちとしてはその普段の赤じゃない特別な号っていうつもりで赤じゃない色で表紙作るときはあるんですけど、あんまりあの結構そういう号を出してみると、あの、はい、書店に行ってニュートン探しに行ったんだけどざっと見てなかったから帰っちゃったとか、もしにあのニュートンのサインだっていうふうに認識していただいているので、多分赤じゃない色にしちゃうとニュートンで気づかれにくいんじゃないかと思ってすごいな、はい、ブランドの、はい、イメージが強すぎて、はい、なのであの赤は外さないようにしてますね、その後は。あ、そっか、いやもうイメージが本当ついちゃってるもんな
だと思います。ちなみにニュートンの名前の由来も聞いておいていいですか？はいはい。なぜニュートンが選ばれたのかっていう、はい、ちょっとお話したのようにそのアイザック・ニュートンから取ってますよね。で、はい、ま、これも当時の、こういうふうに決まったんじゃないかっていうのが伝わっているのは、うん、その当時やっぱりいろんな本とかを見て出てくる科学者の名前っていうのを回数とか頻度とかピックアップして、でやっぱりアイザック・ニュートンっていう人がいろんな書物にまんべんなくというかたくさん登場する人としてニュートンが選ばれたっていうふうに聞いてますね。あ、そう、出現率で、うん、アインシュタインじゃなかったんだみたいな。アインシュタインじゃなかったんですよね。アインシュタインっていう雑誌になってた可能性もありますもんね。ありますよね、うん、やっぱりアインシュタインもそうですけどその人名聞いて、うん、科学の人ですよねっていうふうにパッと日本人が認識する人っていうのはやっぱりアインシュタインもそうですしニュートンもそうだと思いますよね。前にアメリカとかでニュートンの科学者ニュートンっていう雑誌の編集者なんですっていうふうに挨拶すると、ニュートンしていただいてる方はいいんですけど、はい、やっぱりニュートンっていう普通の人名なんだそうですね。なので例えば日本でいう伊藤みたいなそこまでメジャー伊藤博文の伊藤みたいな割とイギリスだったりアメリカで普通にある名字ですよね、ニュートンっていうのは。そっか。なのでアイザック・ニュートンを私たちはすぐ思い浮かべるので違和感ないつもりなんですけど、ニュートンって聞いてなんでっていう人はいましたね。あ、割と日本人向けですね、じゃあ。だと思います。はい。いや、確かにそうか、いるか、ニュートンさん。いるんですよ。びっくりしますよね、それで。日本来て本読みて、この赤いやつに自分の名前いっぱい書いてるみたいな。そう、ニュートンで何だろうと思う方はいるのかもしれないですね。はい、というわけでニュートン編集部の板倉さんゲスト回前半をお届けしました。ここまででもめちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、後半もさらに盛り上がっていきますのでぜひ後編も聞いてください。で、そしてですね、ぜひ皆さん感想を SNS などで発信してもらえるととても嬉しいです。というのも後編でも話してるんですが、このニュートンの回がどれだけ反響があるかっていうのは今後の僕たちの活動にとってもすごい重要だと思っていて、あとは純粋に皆さんの感想も聞いてみたいですし、板倉さんにもぜひそれを見ていただきたいなと思っています。なのでぜひ X や Instagram などでハッシュタグサイエントークで感想の投稿、そしてお便りフォームからもお便りをお待ちしております。そして後編もまた更新されますので、もしまだサイエントークフォローしていないという方がいればこれを機にぜひよろしくお願いします。ではまた次回、ありがとうございました。